こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。本日は、1年前にご購入いただいたお仏壇の、点検とお掃除のアフターサービスに伺いました。中を全部今並んでいる見えているものすべてを一度どけまして、奥の甲欄もすべてどけましてきれいに磨き上げました。仏壇の上に写真が置かれていたんですけども、そちらは、やっぱり仏壇の上は何も物を置かない方がいいので、中に小さな写真もありますのでね、この形でお祭りするような形にしようということになりました。亡くなった方もお酒が好きだったようで、ワンカップ大関とかキリンのラガービールとかいろいろ備えてあります。手前の前引きの上はろうそくのろうとかもちょっと落ちていたりとかしましたので、その辺も全部取り除きました。全体的に、磨きをかけまして、特に、お水を置いてある部分、ここの板がちょっとべとついていて、お話聞いたら、お酒をちょっとねこぼしたりなんかされたということだったので、その辺もきれいに拭きまして、艶出しもかけましたので、もう今はツルツルになりました。台の方も、角や細かい隅のところも含めてきれいにいたしました。きれいに使っていただきまして本当にありがとうございます。嬉しく思います。どうもありがとうございます。